なんなんだこの攻めは。春休みお小遣い企画実施中、詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さんこんにちは。本日2本目の動画投稿、クルカチャンネルのケースケです。ポッポーン。ということで、本日2本目の動画はですね、クラクラチャンネルツベルフからお送りしていきます。で、今日も何をお送りするかと言いますと、今回はですね、いつもですね、お世話になっております有効クラのね、感謝さんとね、交流戦を行ったんですよ。本当にいつもありがとうございます。で、まあこのクラクラ、クイヒー戦術ってめちゃくちゃ強いじゃないですか。アーチャークイーンにヒーラーをつけてね、回していくっていう、編成なんですけども、そのクイヒー編成、まあ大体ね、まあ、定番としては4、5体つけるじゃないですか。で、火力が薄かったりしたら3体とかね、まあね、ヒーラー1体のクイヒーとか以前動画にしたことがあるんですけども、今回はですね、この感謝さんがですね、ヒーラー6体編成のクイヒー、こちらをね、結構ね、多用していて、前回をね、何本か、取ってくれたので、今回はですね、ヒーラー6体のクイヒー編成、こちらね、今後、ひょっとしたら流行るんじゃねえかなと。まあね、たまに見かけてたぐらいなんですけども、本当にね、めちゃくちゃ対応していたので、ちょっとね、今回はそちらの全開リプレイを見ていきたいなと思います。ということで、早速リプレイご覧ください。どうぞ。はい、まずは感謝のシンゴさんの全開リプレイです。編成としては、クイヒーネクロボーラのペッカで、まあ、ヒーラー6体入った編成で、はい、こういうふうにですね、ヒーラー6体をアチャクイにつけていきました。まあそれでね、ネクロボーラ編成で、まあヒーラー6体っていうのは結構見られるんですが、だいたいヒーラー4、5体を、まあアチャクイにつけていって、で、外周回すようなネクロボーラー部隊ですね。こいつに対して外周に範囲攻撃があるような場合、スケルトンがね、範囲攻撃でやられてしまってて、ターゲットが外れて、ボーラーネクロがやられてしまうっていうことがあるので、そういった時にネクロボーラー部隊に、まあヒーラー1、2体ぐらいつけていくっていう編成、結構見られますよね。まあ一人、クラジャンツベルフで言ったら一人さんとか、結構やられているような編成なんですけれども、今回はシンゴさん、なんとヒーラー6体をね、アチャクにつけていったんですよ。で、ここからですね、9時方向に回していくんですが、別に特にね、火力自体もすごい高いっていうわけではないので、結構ね、ヒーラー4体とかで足りたと思うんですね。なんですけども、ここヒーラー6体をつけていって、一緒に回していきます。で、ここからですね、ネクロボーラペッカ部隊をですね、9時方向からジャンプでね、インして入れていくといった流れですね。これ、レジ使わないでいくのかなと思ってたんですが、普通にババキンに当たるところでレジも使っていきましたよね。で、そしてですね、はい、見ていてください。ここからジャンプを落としていきまして、そろそろアチャクイですね、合流する形になりまして、ネクロボーラーペッカ部隊出していきます。で、これでね、まあね、さっきも言ったように、ネクロボーラー部隊外周回すとこにヒーラーをつけるという形ではなくて、もう中心部分に6体、丸々ゴリッと入れていくんですよ。これね、どういうことかなって考えたんですが、要するにですね、多分です、結構ね、ヒーラー合流型のクイヒーネクロボーラーだと、ヒーラーが対空砲に撃たれてしまったりとか、あとね、ホーミング、いっぱい吸っちゃって、なんだかんだね、4、5体ぐらいだと全部やられてたりとか、あとね、生き残っていても終盤1体ぐらいしかいないみたいな、そういった状況結構あるんですよ。なので、こういう風にヒーラーをマシマシ編成にすることによって、対空砲とかホーミングで、2、3体ぐらいやられていても、もう終盤までね、ずっと回復させていってくれて、で、これだけのね、ボーラーとかも1、2体しか確か死んでないですよ。これだけの量が生き残るといった形になります。なので、クイヒー回すときですね、外周回すときはバルーンを出していって、で、まあ、ホーミング解除みたいな感じできるんですが、中だとやっぱりバルーン中に入れていって解除するっていうのも、難しいんで、こういう風にヒーラーをね、ちょっと増やすことによって、終盤まで、こういう風に大量のユニットが残った状態でぐるっと回ってくるみたいな、そういったね、編成になっております。なので結構本当に理にかなってますよね。まあその分火力自体は薄くなるんですが、ただ、ユニットの生存率が上がってなかなか死なない。で、2連も踏まない限りはボーラーもやられることはないので、こういう風にペッカやボーラーも生き残って、はい、全開取ってくれました。なので、さっき冒頭部分で言った、つんだこさんがね、クイヒーネクロボーラーの、まあスタンダードのバージョン、こちらの方やってくれたので、そっちの方もね、ちょっと見ていきましょう。あ、ズンタコさん、クー君のイメージがすごい強いんですが、ネクロボーラーやるって珍しいですね。もう初めて見たに近いぐらい。そんな感じなんですが。はい、まずはですね、クイヒですね。ヒーラーを4体つけていって、確かね、もう1体追加で出していくと思われます。で、手元にヒーラーを1体残していって、このヒーラー1体に対しては外傷を回すネクロボーラーに当てていくといった流れですね。で、はい、こういう風にレイジを使っていってね、まあ、外周削っていって、あ、このヒーラーは、あ、はい、ホーミング吸っちゃってね。こういったホーミングの部分は大体バルーンとかで解除していったりします。で、出てきましたネクロボーラー部隊ですね。
これをですね3時方向に回します。でさっきも言ったように外周に、ウィズ島ですね範囲攻撃があるのでこの、ネクロボーラー部隊にヒーラーを1体つけていくといった流れとなっております。で、そして壁開けてからのボーラーで一気にですねイン、シングルインビを追ってからそしてジャンプで中心部分に進んでいきます。で、注目なのが、3時方向のシングルインフィノタワーに対してはバルーン6体のレイジェ、ここに追っていくのが結構面白いです。なので、さっきスタンダードって言ったけど、そうスタンダードでもないですね。で、さっきも言ったようにですね、はい、やっぱりこういう風に、7時方向のヒーラー、やっぱり対空砲とかに撃たれちゃって結構やられちゃってるんですよね。なので、こういうことがあって、で、ヒーラーが少なくなっていって、で、回復量が落ちてしまって、ボーラーとかペッカへの回復が間に合わずにやられてしまうっていうことがあるので、だからさっきのシンゴさんとかヒーラーを6体とかにして全部合流させる形でユニットを生存させるみたいなそういった計算をされていたんじゃないかなって思われますよね。なので本当にこれからねヒーラー6体編成ね今後流行ってきてもいいんじゃないかなと思います。で、あとはですねもうこれだけのユニットが残っていて上手い人ってすごいユニットの生き残り方尋常じゃないですよね。なんかもうめちゃくちゃ一体も死んでないんじゃないかっていうぐらいユニットも生き残って全開と。さあそしたらですね、ネクロボーラー編成、見ていったんですが、続いてはですねネクロボーラー編成ではなくてクイヒー単独でどんどんガシガシ削っていくパターンこちらを見ていきます。編成としてはクイヒーの北編成、感謝の正宗さんがやってくれました。結構クイヒーで、結構ジャンプとか打っていってぐいぐい奥まで進行していって削っていくっていうパターンのあのクイヒー編成多いですよね。それに対しても結構やっぱりヒーラー6体編成ってありなんじゃないかなって思います。さあまずはアチャクイですね。アチャクイにヒーラー6体からのボーデンをつけていってでそしてね、どんどんですね削っていってルートを作っていきます。で、そしてですねここからジャンプとかをですね確かタウンホールの区画に落としていきますね。タウンホールの区画に落としていって、クイヒーをね進めていくといった流れとなっております。で、はい見てください。ここからねレイジを落としていってやっぱりねヒーラー6体いるんであの大砲アーチャータバークロスボウがターゲット取られてるんじゃないですか。でさらに援軍からの攻撃もあるのに耐えるんですよね。なのでここからやっぱり火力の薄いところで普通援軍処理したいじゃないですか。なんですがヒーラー6体もいるんでこういう火力の高いところでも援軍処理ができてしまうって強みもあります。で、そしてですねここからホーミングが出てくるんですがここのホーミングに対してはエターナルトームでヒーラーを守っていきます。そうですね結構、ヒーラー守るためにエターナルトームね使ったりするっていうことあるんですけれどもまあねこれで1回ねあのヒーラー守れるっていうメリットはあるんですがここでエターナルトームを使わされてしまうっていうデメリットでもありますよね。なんですけれどもまあ一旦エターナルトームで守っていってからの、ボーデンがホグに移っていった段階でもアチャクイにはヒーラーがあの6体もついているんでここからねずっと仕事します。ババキンに対してもね1対1だと結構危ないんですけどもヒーラー6体ついているおかげではい怠慢で倒していきました。別にこれ確かクロークとかもギリ、使ってないですね。クロークとかも全く使わずに乗り切れちゃうんですよ。これかなり大きいですよね。で、ここ終盤に来る段階でようやくなんですがクロークを使っていって、で、ヒーラーが撃たれ始めるといった流れになりますね。で、まあね、対空砲でヒーラーやられるんですが、6体もいるんで、1、2体やられたところでヘでもないんですよ。おならでもないんですよね。あの、普通にね、安全で圧着仕事をしていって、で、ホグがね、ここホグね、今回全滅してしまうんですが、ここの段階でよ、クイヒーとかババキンがまだ残ってるってかなり強いですからね。ホグやられてしまったとしても、全然、前回ワンチャンのチャンスがあります。で、そして最後はですね、はい、ウィズ島を壊して、で、テスラも壊して、正宗さん、前回お見事ですね。なので、やっぱりこういうクイヒー単独でどんどん削るパターンでもヒーラー6体いいんじゃないかなと思いまして、まあ、今回ですね、ムックさんがクイヒーラバル編成で、まあヒーラー5体のパターンなんですけども、前回取ってくれたので、さっきも言ったようにバルーンでは中のホーミング解除できないので、こういう風にヒーラーマシマシ編成も今後ありなんじゃねえかなと、今後流行るんじゃねえかなっていう、まあ、追いにがしますよね。で、今回秘書権の攻めだったかな。はい、テスラとかもね、これ初見なのかなちょっと確認してなかったんですが、初見だった場合もね、ちゃんとね、カドテスラ確認してますし、で、バルーン1体出していって、4時方向ですね、うまいこと、テスラですね、ありましたね。おそらく、ホーミング確認のトラップ、解除のためのバルーンだったと思うんですが、うまいことテスラも引っ張り出せたっていうの、美味しいです。で、そしてね、今回、これうめえなって思ったの、ここの2層目の壁開け、見えます？5時方向の金山の前の壁、これ通路作るように壁を開けてるっていうこのうまさ、いやムックさん素晴らしいですね。で相手のアチャクイとそして援軍処理を行っていって、でどんどんね通路を作ったのでここから食い火を中に進ませていきます。
そうですね、確かこういった攻めってリリルさんとか得意じゃないですか。クラチャンツベルフの、リリル式とかでしたっけ、が得意んで、ヒーラー6体にしてね、こうやってアチャクをどんどん仕事させるっていうのも結構いいかもしれないですよね。ホーミングが出てきた時、ヒーラー1体やられる、エターナルトームだっていう、エターナルトームを早めに使わなくてもいいですからね、6体目に関しては。で、そして国会戦、イーグル砲をね、しっかりと折っていって、かなりめちゃくちゃ削っていって、で、ラバルのルートね、短くしていきます。で、そしてラバルパートスタートさせていきましたね。で、今回は確かアチャクイ終盤にシングルインフィナタワーにターゲット取られてしまってやられてしまいますが、まあでもここまで仕事したらもう御の字十分ですよね。なので、そうですね、さっきにヒーラー6体編成にしたクイヒーラーバルトがいいんじゃないかなって言いましたが、まあアチャクイがね、途中でシングルインフィナタワーにターゲット取られてしまってやられてしまうようであれば、別に6体でも、6体でなくてもいいかなとは思います。で、そしてね、まあね、これだけ削れば全然余裕のゆうちゃんといった感じでございまして、さあ最後のヘイストを打っていって、でバルーマまだ余ってたんですね。なので、バルーマ余るようだった、さっき言ったようにヒーラーに回したりとかでクイヒーに仕事させるみたいな、そういった編成もね、今後流行ってくるんじゃないかなと思いますので、今後のタウンホール11の環境ほんと楽しみですよね。やっぱり12月のアップデートでワークも広がって、でインフィナタワーでね、回復効果無視するって仕様なくなったので、これからね、タウンホール9ぐらい戦術の幅が広がるんじゃないかなと思っております。ということで、今回はタウンホール11の、ヒーラー6体編成でのクイヒの全開リプレイをお送りしていきました。忙しくなければ、2本以上動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。